明治用水頭首工の大規模漏水から1週間、現場には全国各地からポンプ車が駆けつけ、明治用水に水を汲み上げる作業が続いています。愛知県豊田市の取水施設、明治用水頭首工で起きた大規模な漏水で、工業用水は制限付きで供給が始まったものの、農業用水の供給は依然止まったままです。もうあと10日もすると正式な中干しの時期に入るんだけど、それまで水が欲しかった。安城市営農組合の代表、黒柳誠さんが所有する田んぼはほとんどが干からびた状態です。そのため今月中旬から植える予定だった苗が未だに温室の中にあり、今後の農作業に影響が出始めています。早ければ明日25日にですね、その試験的な通水がですね、行えるのではないかという、そういう見込みになってまいりましたので。東海農政局は先ほどの会見で、今月中の給水再開に向け不具合などがないかを確認するため、明日にも試験的に農地に水を通す方針を示しました。一方で、用水を管理する明治用水土地改良区は、今後給水が再開しても水を全体に行き渡らせるだけの十分な量ではないため、地域を3箇所に分け、日程を区切って交代で利用してもらう方向で検討しています。